おはようございます。遺産整理工学の4回目の授業のリアルタイムの方を始めていきます。音声聞こえてますでしょうか？はい、ありがとうございます。ですね、コメントスクリーンも動いているということが分かりました。はい、ありがとうございます。ではですね、コメントの方をいただいたものを紹介して、ちょっとそれをやっていきます。はい、ですね。これですね。何らかの一国にのっとったものの数え上げという字面はとてもシンプルな話題なのに、その議論の中で今までに学んだ様々な数学の道具が使えるのはとても面白いと思いました。ですね。それが組み合わせ論の面白いところだと思います。組み合わせ論に限らず、いろんなことっていうのはやっぱり繋がってるってことが、こういうことでわかるかなという気もします。で、すみませんね。世の中を連続と離散で分けたがる風潮がありますが、この2つは密接な関係を持っています。リアルタイム授業で補足します。あるので、後でちょっと補足します。次ですね。一般化に後継数も出てきて、ますます解析学っぽい道具が出てきたなと思ったら、解析的組み合わせ論という分野があるんですね、というコメントですけども、まさにそうで、ちょっとこの解析的組み合わせ論の話を少し、後でご紹介します。はい。という形で、じゃあ、ちょっとこの二つのことを今から補足していこうと思います。これじゃないですね。まずその、連続と離散の関係というか、ちょっとしたことなんですけども、ちょっとした例ですね。今、ここにですね、これ正方形が書いてあると思ってほしいんですけども、これ X 軸が、あって Y 軸があるというふうに思ってください。で、左下隅はこれ原点。で、00という座標があると思ってください。で、一辺の長さこれ3ですね。の正方形が書いてあると思ってください。で、今からその離散の話をするだと思ってほしいんですけども、じゃあこの正方形の中に格子点はいくつあるでしょう？格子点っていうのは、すべての座標が、すみません。すべての座標が整数であるような点です。で、この場合は、ちょっと次のページに出ますけど、こんな感じですね。今、青く書いたものが、この正方形に含まれるというのは、正方形の要素であるような、点です。で、ここに16個ありますね。数えればという感じになります。で、これだけだとですね、ただこれ16数えてるだけなんですけども、じゃあですね、今、この、正方形を t 倍に大きくします。t 倍。こんな感じですね。だからそうすると、だから何を言ってるかっていうと、xy という座標があったら、それを、tx, ty に移すような形で t 倍に拡大してるわけです。t 倍に拡大しました。で、そうすると、こんなような値になる。で、じゃあこの中に、先ほど言ったその格子点ですね。いくつあるでしょうとこれ数えるわけですね。で、数えたら、こんな感じ。今これ、t が3の場合の例ですけども、これ実際これ数えると、どんなものになるかというと、これは多分 3t プラス1の2乗だと思うんですね。3t プラス1の2乗。で、これは、だからこれ t に依存するわけですね。当たり前だと思いますけど、t に依存するわけです。あ、で、重要なのはこれ、t は整数だと思ってください。t は整数。正の整数にします。正の整数。正の整数。だと思ってください。で、そうすると、今、ここに 3t プラス1の2乗って書いたんですけども、これは、展開するわけですね。展開すると、これ 9t の2乗プラス 6t プラス1かな。こんな感じになるわけです。で、これ、つまり、これ t に関する、これ多項式なんですね。でですね、今、ここでは、これ、正方形をやってるんですけども、このですね、この t 倍に大きくした図形の面積が t に関する多項式になるっていう性質は、どんな
多角形を持ってきても実は捻挫します。何を言ってるかというと、じゃあちょっと書きますね。性質として書きますね。任意の、ちょっとどうしようかな。任意の場所が悪いんで、もう一回書き直すと、ちょっと待ってくださいね。これは。公私点を頂点に持つ、ちょっとダメだな。もっとちゃんと書きますね。すべての頂点が公私点であるんですね。すべての頂点が公私点である多角形。多公式。多角形だから、多角形。の中って言ってたかな。まあ、中でいいかな。の中にある、公式点の数を考えます。で、考えたときに、今、ちょっと、この多角形の名前をつけて、これ、p にしますね。で、p を p 倍拡大したものの中にある公式点の数は、t に関する多項式が必ずあります。なるべく多項式であると言った方がいいかもしれませんけども、多項式であります。で、これはですね、まあ、証明しようと思えば、まあ、できるんですけども、ちょっとやらないことにしますね。で、今、ここでやってるのは、この p という多面体ですね。これは、大きくしたりは、そうですね。p という多面体が、この、もともとのこの、正方形ですね。この小さな正方形ですね。この場合だと思ってください。で、この場合には、確かに qt の2乗プラス 6t プラス1という、多項式になるというわけですね。で、これは、どんな、多項式じゃなくて、多角形でも成り立つんですよ。で、これ次のページかな。で、ちょっと、じゃあ、まあ、この多項式のことを、まあ、AT と書くことにしましょう。AT。だから、まあ、T に依存するような、なんか関数というか、まあ、多項式だと思うわけですね。で、そうすると、もともとのこの、T が1だった場合ですね、この 3×3 というか、t が1の場合のこの公式点の数が16だったということになるわけです。まあ実際にこの t に1を入れるとこれ16になりますね。で、まあここまではその離散の話なわけです。離散の話ってその数を数えているだけの話なわけですね。で、これが、なんと、連続に結びつくのかっていうと、例えばですね、例えばじゃないけど、今からやるのは、この小さな、もともとあった、この、なんていうんですか、正方形の面積っていうのを考えましょう。で、面積っていうのは、まあ、皆さんご存知のように、まあ、これは、積分なわけです。まあ、この場合、ちょっと、正方形なので、まあ、積分するまでもないと思いますけども、一般的に面積っていうのは積分をすることで、測られるものなわけですね。で、この積分をすると、まあ、この面積として、この場合 Q っていうのが出てくるわけですけども、これは、実は、この多項式を見ると、わかるんですね。これさっきどう書いたかというと、これは、Qt の2乗プラス 6t プラスって書いたんですけども、実は、この Q が、この元の、正方形の面積になってるってことになります。これ気分を言うと、何かっていうと、気分を言うと、今はですね、もともと、この小さな正方形があったんですけども、その、この、ま、t 倍して、その中に含まれる、公式点の数を数えたら、ここにあるような 3t の、3t プラス1の2乗っていうのが出てきたんだけども、これは、この正方形を大きくするんじゃなくて、公式の方を小さくするんだっていうふうに思う
思い方もあるわけです。で、ちょっとそれ図がないので、ここに書こうと思うんですけども、もともとは、この16個ですね。t が1の場合ですね。t が1の場合は、なんかこういうふうになんか16個。こういうふうに、点を数えてたんだけども、例えばこれ t が2になったら、この右の、じゃなくて左の図では、正方形自体を大きくしてるんだけども、正方形の大きさはそのままで、格子の方を小さくしましょうというふうに考えています。何かっていうと、今この格子点を数えるっていうふうな立場では、すべての、座標が整数であるような、ものを数えてたんだけども、t が2になったらすべての座標が整数か、あるいは整数の2分の1になっているような点を数えるというふうに考えましょう。で、そうすると何を数えることになるかっていうと、まあ、この今4つあった間がこう入ってますね。こんな感じで。ちょっとこれ今書けるかな。用意しておけばよかったって話はあるんだけども、ちょっと待ってね。用意しなかったんだ。こんな感じ。ちょっと、省略しますけども、こんな感じ。なんかわかりますかね。こんな感じで、なんていうんだろう。この、取ってる点の数がだん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 密になっていくと。だからこの t が大きくなるとね。t が3だと、なんかもっとたくさん点取ってるって感じになって、で、だん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 この点がですね、t を大きくするにつれて、この正方形の中に牛に詰まっていくので、t が大きくなってくると、この正方形のところを、この点が全てなんか埋め尽くすようになっていくという感じになるわけです。で、そうすると、結局その、ここで言ってる多項式と面積の関係はどういうふうになっているのかってことがわかるかというと、こういう感じですね。これ面積ですね。面積っていうのは、今この多項式を t の2乗で割って t を無限大に飛ばす。で、こういう形になっていることになるわけです。で、実際にこの例の場合は、qt の2乗プラス 6t プラス1っていうのが at なので、まあ、それに従って計算すると、t の2乗で、qt の2乗プラス 6t プラス1と。まあ、こんな感じになるわけですね。で、これは、まあ、q だと。いうことになるわけです。で、こんな形で、今、あ、ちょっと面積書きたい。面積。こういう形で、面積っていうのは、あれ書けないな。面積。というのは、あれなんか消えるな。面積というのは、面積というのは、その積分だったんですけども、積分というのは、まあ、こんな感じで、理算的なもので、を使って測れるんだけども、まあ、これは取り物を指す、この多項式の一番上の、係数なんだと。だから、その、この多項式を見るだけで、面積わかると、いうことになっているというわけですね。で、ここまではいいですか？そうですかね。うん。まあ、当たり前のことを言ってるような感じもするかもしれませんけども、まあ、こんな感じで、だから、ここで言いたかったのは、この面積って言ってるのは、連続的なものだし、この、点の数数えてるっていうのは、なんか理算的なもの、だからその数を数えてるというものですけども、まあ、その二つにはちゃんと密接な関係があるということですね。で、今は、この、まあ、正方形の例であるとか、その前に性質として述べたのは、多角形の話だったわけです。で、多角形っていうのは、まあ、このように、その、まあ、平面上に住んでる生き物、平面の対象なわけですね。平面における対象なんですけども、で、これは、高次元でも実はできます。高次元って何かっていうと、例えば、まあ、3つ軸があって、この中になんかこう、まあ、書けないな。まあ、このような感じの、なんかこう、多面体があると。多面体がある。で、多面体があって、この多面体にも、この頂点っていうのがあるわけですけども、この場合、50個ですね。この頂点がやっぱりすべて、格子点である場合、格子点である場合には、同じように、この、多面体の中に、格子点がいくつあるのかっていうことを数えるってことができます。まあ別に、頂点が格子点じゃなくなってもできるんだけども、特にまあその場合、それをやります。で、同じように t 倍に、膨らませたもの、t 倍に拡大したものの中の、格子点の数を数えると、実はそれが t に関する多項式になるってことが知られています。知られています。で、実際この3次元の場合は t の3乗の項っていうのが出てくるんだけども、その t の3乗の項の係数を見ると、この多面体の面積がわかると
というような格好になっています。だからその面積を計算するのは、割と、まあ、大変だって、あ、だから今、三次元だから面積じゃなくて体積ですね。体積が分かったりします。で、体積っていうのはさっきも言ったように、面積の三次元版なので、これも、まあ、積分なわけです。連続的なものなんですよね。だから連続的なものっていうのは、その理算的なものを計算することによって、まあ、測れるってことになっているので、まあ、すごく嬉しいわけですね。で、まあ、そういうような、関係があったりして、今、これ三次元のことを言いましたけども、これは実は、任意の次元で、何次元でもやってきます。すごく高い次元においても多面体というものは考えられるんですけども、多面体の頂点が全て公式点である場合には、t 倍に膨らませたものの中の公式点の数を数えると、それが必ず多公式になるということが分かってます。で、実はその名前がついてて、エルハルト多公式と言ったりするんですけど、過去ちょっと、一応、エルファートとかエルハルトって、よく書く。気がしますけども、ポリノミアルの多公式ですね。だからその何だろう、多角形とか多面体から作られるこのような多公式のことをエルハルト多公式と言ったりするんですけども、まあ、この性質はですね、数学ですごくよく調べられていて、今はその何だろうな、一番上の項ですね、この場合はその9t2 乗プラス 6t プラス1といった時の、次数が一番大きな項ですね。単項式のところの性質のことをちょっと言ったんですけども、実は他のところにも単点の性質があったりとか、で、今、この AT において、これ t が1の場合っていうのを考えたんですけども、で、t は正の整数とかって言ってたんだけども、実はですね、この t にですね、なぜかわかんないけども、なんだっけ、たわむれにですね、マイナス1を代入すること、まあ、やろうと思えばできるわけですね。やろうと思えばできる。で、これ、代入してみると、これどうなるかっていうと、これ、マイナス 3t プラス1の2乗なんですけども、まあ、これ書き換えると、3t マイナス1の2乗です。まあ、こんな感じになるんですけども、まあ、これは代入しただけですね。で、実は、重要なのは何かっていうと、このエルハルト多公式の理論においてですね、この、t にマイナス1を入れると、まあ、こうなるんだけども、これは実は何かを数えているってことなんですね。何かを数えている。で、これ実は何かを数えているかっていうと、今、この t 倍に膨らませた、多角形があったんですけども、この、周ですね、境界。境界を除いた中の部分。ちょっと書けるかな。境界以外の部分。の点の数っていうのが、この t をマイナス1にしたところから出てきます。実際今この塗ったところの、点の数。公式の数っていうのは、ここに書いてある 3t マイナス1の2乗になってます。2乗になってるはずです。なってると思いますよね。2減った、そうですね。なってますね。はい。という感じになってて、実はですね、この t っていうのはもともと、正の整数だって言ってたんだけども、そこになんか無理やりマイナス1を代入すると、この境界上の公式点を取り除いた部分の、面積じゃなくて、面積は公式の数が出てくる。ってことが、これもなんか一般的に知られてます。どんな多角形に対してもこれが成り立つとか知られていて、まあ、ここら辺もですね、深い理論があったりしていると楽しいんですけども、ちょっとそれはこの講義の、主眼から離れますから、紹介はこれぐらいにしたいと思います。で、こんな感じで、まあ、連続と立算密接に関わってるんだよってことをちょっとご紹介したかったということになります。はい。ここまでよろしいでしょうか。いいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっともう一つの話を、のご紹介は、解析的組み合わせ論のちょっと雰囲気をご紹介する。で、雰囲気も雰囲気で、全然、これでは雰囲気も伝わらないかもしれないけども、一応、まあ、その皆さんのやってきた、その微分積分とかですね、解析だとか、まあ、そういうものが、こんなところに出てくるんだっていうことの、ちょっと例をお見せしたい、というわけですね。で、実はですね、まあ、これはなんか、この分野ではよくある例というか、まあ、ある教科書に書いてある例をそのまま引っ張ってきてるんですけど、何かというと、これはですね、タンジェント X という、まあ、関数があった時の、その、テイラー展開です。マクローリン展開って言ったらこうだね。X イコール0周りでの、行った、テイラー展開です。実際こんな感じになる。これはだから皆さんも計算しようと思えばできる。
まあ、これは、思えるもんじゃない、ないと思うんで、まあ、こういうもんなんだなっていうふうに思ってもらって、で、まあ、重要なのは、これは、この X のべきとしては、奇数のところさえ出てきません。偶数のところは全部0になります。まあ、これは、タンジェント X っていうのが、いわゆる奇関数だということを、まあ、思い出せばそうなのかなっていう気もするわけですね。はい。で、テイラー展開なんで、この中、階乗がぐんぐん出てくるっていうのはこれ自然で、で、その分、あとの、残りの部分は、このタンジェント X の場合は、これ全部、これ整数になります。整数になります。で、そうすると、これはなんか、母関数に見えてくるわけですね。もうなんか、そういうふうに見えてしまったら、ちょっと頭がおかしいと思われるかもしれないけども、でも実際そうなんです。これはもう、母関数に見えるわけです。だから、1、2、16、272、7936、353,792という、なんかこういうふうになんかどんどんなんか続いていく、なんかこれ数列にもうこれ見えちゃうんですよね。だからまあ、そういう数列だと思って、ちょっとこれ書いてみた。だから、今 AN って言ってるのは、X の N 乗。AN と言ってるのは、これは、N の階乗分の X の N 乗の係数です。N が偶数のところも書いてて、まあ、N が偶数のところはこれ0ですね。そういう感じになってるわけです。で、まあ、これ、どんどん続いていく。こんな感じになってる。で、そうすると、この AM っていう数列があるんですけども、これは整数列なので、正の整数、皮膚の整数列なので、これは何かを数えてるはずなんですよ。じゃ何を数えてるんでしょう。ですね、皆さん、ちょっとここで、突然格言を言うんですけども、格言、突然。正の整数列、皮膚だな。皮膚の整数列見たら、何かを数えてると思う。まあ、これ皮膚の整数列なんですね。まあ、単調ではないけども、皮膚の整数列。で、これは多分何かを数えてるんだろうっていうふうに、まあ、思ってほしいわけです。で、そうしたら、じゃあこれ何を数えてるんだろうってことを考えることになるわけですね。で、まあ、これだけ見て、これが何を数えてるのかってことが分かったら、ちょっとすごいと思うんですけども、まあ、私もすごくないので、ちょっと調べてみたらこんな感じだと。あるいは、そうやって、テキスト、教科書に書いてあるので、ちょっとそれを見てみると、まあ、こんなもんだってことですね。Increasing labeled ordered full binary tree. ちょっと英語で書いてる。すいません。ちょっと私このスライドを英語でしか使えなかったんで、英語で書いてるんですけども、これは、ここの、labeled ordered full binary trees。あ、labeled はなかったかな。すいません。ちょっと labeled は無視して、ordered full binary trees って言ったら、これは、授業でも、初めの方に出てきた、全二分岐ですね。順序付け全二分岐です。だから、順序付き、全二分岐で、全二分岐っていうのは、歯以外のノードが必ず子を二つ持つ。歯以外の頂点が、必ず子をちょうど二つ持つ。あ、二分岐までこれ含むかな。全二分岐ですね。ちょうど二つ持つ。そういう木を考えます。で、次木を考えます。で、レーベルドって言ってるのは、ラベル付けですね。だから、ここでは、頂点の数が N 個あったら、ラベルは1から N であるというふうにします。はい。で、最後というか一番初めにインクリーシングっていうふうに書いたんですけど、これは何を意味するかっていうと、木を見てですね、ちょっと一般的に聞きますと、木があったときに、葉から根に向かって、こう、なんだろう、単調に上に登っていくことができます。で、そのような道筋は、葉を一つ決めると、道筋は一つに決まるんですけども、その道筋を見たときに、現れる数字が単調増加になっている。単調増加。下から上に行くときに、その数字が必ず単調とかになっている。まあ、あるいは、親と子を比べたら、親の方が必ず数値が大きいと言っても、同じです。と、
親の数って言ってね、親の数値、親の数値、まあ、ラベルですね。親の数値は必ずこの数値よりも大きいってことと同じだと思ってください。で、ここに書いてあるのは、そうなってる。そうなってるんですね。で、ちょっと気にしなきゃいけないことがまずあって、この、前二分岐の頂点数は必ず奇数になります。例えば、頂点数2の、熱気儀を作ろうと思うと、この根のですね、この数が1になってしまいます。で、それは前二分岐では許されないんですね。前二分岐では許されない。ので、前二分岐の、まあ、なので、今これは、2の場合の例を挙げただけですけども、でまあ、こんな感じで、前二分岐の頂点数は必ず奇数になります。まあ、別の言い方すると、前二分岐の個数は N というか、頂点数が、偶数の時には0になります。はい。で、一方で、じゃあ頂点数が奇数だったらどうなるかっていうと、まあ、この頂点数を N にします。N といったら頂点数を表すことにしますけども、その時に、じゃあ N が1の場合っていうのは、ここに書いてあって、まあ、一通りしかない。まあ、これ自身が根であり葉である。そんな感じですね。で、頂点数が3の場合は、ここにある2通りがあります。で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、この単調性ですね、ラベルの単調性から、この根の部分ですね。根の部分には、必ず一番大きな数値が来ます。ですね。だから今、3頂点なので、必ず根の数値は3になります。そんな感じになっています。はい。で、N が5の場合は下に書いてあって、これはちょっと昨日頑張って書いたんですね。N が5の場合。で、これは何個あるでしょうと言われると、1、2、3、6×2+4、16ですかね。16。本当かなんかだんだん不安になってたんです。数えると、1、2、3、4、5、6、6に12、13、14、15、16ですね。はい。で、これは、前のページに戻ると、ここなんですよね。1、2、16。あ、そう、N が0の時、偶数の時も含めると、1、0、2、0、16、0。もうこれね、合ってる感じがするんですよね。合ってる感じがする。で、N が7の時、書けないんですけど、もう272個も。これ、ただ、多分正しいんですよ。多分と言って、何を言ってるかっていうと、この Increasing Labeled Ordered Full Binary Trees の総数っていうのが、このタンジェント X をテイラー転化した時の係数として出てくる数値の数列になってるんじゃないかというふうに思うわけですね。本当かなってことと気になるかどうかというのは、まあ皆さんの興味次第なんですけども、私は気になる。ので、で実際これ正しいんですね。正しいことを今から証明しようと思うんですけども、ここまで大丈夫ですか？あんまりちょっと反応がよろしくないんで、なんか質問あったら。いいですか？で、じゃあ今、このインクリーシングライベルドオーダードフルバナリートリーズの数を数えるってことに対して、じゃあ全化式を作ってみましょう。全化式作ってみます。で、だから、その数のことを、この AN と書くことにしましょう。で、そうすると、さっき言ったみたいに、N が偶数だったら、これ0です。ですね。で、N が1だったら、さっき書いたように、1ですね。1ですと。で、N が3以上の奇数だったら、どうなるのかっていうことを、ここに書いてます。で、まあ、ちょっと、これは、まあ、和に慣れている場合は、もうこれをいきなり見てしまっていいと思うんですけども、ですね。AN はこう書けると。で、これどういうことを言ってるのかというと、まずこれは割になってるので、これを倍分けしてるわけですね。倍分けしてるわけです。で、何に関して倍分けしてるのかっていうと、先ほどのように、前二分岐を作ろうと思ったら、まず、一番上の、その根のところに来るものは必ず一番大きな数値なわけですね。N なわけです。で、それはもう決まってる。で、決まっていて、そこに必ず子が2つあって、左と右に分かれてて、まあ、いくつかの、その、頂点が左側に、いくつかの頂点が右側に来るわけです。で、ここで、i っていうのに書いてあるのは、左側には i 個、右側には n 引く、ちょっと、聞かなかった。n 引く、1引く i 個の頂点が、来るんだってことを表して、で、この i が、
取り得る範囲は、これ0からになってますけども、まあ、ここでは1から書いた方が本来は本例が良かったんだけども、ちょっとここでは0からしますね。まあ、だから本来は1の方が良かったんですよ。まずは1で書きます。まずは1で書きます。1からやります。はい。って感じで、場合分けすると、するんですね。じゃあ、そのような、じゃあ、例えば、この、左側に、アイコ、頂点があって、右側に N-1-Ico、頂点があるような、このインクリーシングレベルドオーダードフルバイダリティっていうのはいくつあるのかと考えるわけですね。でそうすると、何が起きる、どういうふうに数えればいいかっていうと、今、この左側にはアイコ、頂点があるってことが、決まっているので、まずその左側に来るラベルを選択します。今ですね、2には、N というラベルが来るってことは決まっているので、あと残っているラベルは1から N-1 まであるわけです。で、この中の、アイコを、左の部分儀に来るように選ぶわけです。その左の部分儀にあるラベルをまず、アイコを選びます。で、その、方法は、N-1choose-i-tore なわけです。いいですか？で、そのラベルを選んだら、そのラベルを使って左側の、部分を作るんですけども、これ再帰的に左側の部分っていうのも、このインクリーシングレベルオーダーフバイアンスになったらできないってことがわかります。そうじゃないと全体が、インクリーシングレベルオーダーフバイアンスになりません。なので、この、N-1choose-ico のラベルを選んだら、その後は、この中では、A の i 通り、その、インクリーシングレベルドオーダードフルバイナリツリーを作る方法があるわけです。ですか？で、それを作ったら、右側の方も、残ったらラベルで、インクリーシングレベルドオーダードフルバイナリツリーを作るわけですね。で、その個数っていうのは、A かける、AN-1-i 通りです。ですか？だから、何を言ったかっていうと、一番上が N っていうのが初めから決まっていて、左側に i 個来るんだってことを決めたら、そのような、考えている機能個数っていうのは、N-1choose-i×ai×an-1-i になります。で、それがここに来てる。このシグマの中身に来てると思ってください。で、i の取り得る範囲は1から N-1 までのわけです。で、本来は、この i っていうのも、n-1-i っていうの奇数じゃなくちゃいけないから、1から n-1 なんだけども、ただし、i は奇数っていう条件もつけなくちゃいけないんだけども、実はですね、i が偶数だったら、ai っていうのも0になるんですよ。i が偶数だったら。上の話ですね。なので、その i が偶数である場合も、この場合に含めてしまって、値は変わらないんですよ。うん。だから、それを含めて、ここでは書いてると思ってください。だから、0から始まっていて、i が奇数であるという条件が外れていると。で、この形で、全化式化が書けるという形になると思ってください。ここまでいいですか？これで全化式を作りました。全化式作ったんで、プログラムを書きます。プログラムを書いて、この一つ一つ、この A の値っていうのを、AN の値っていうのを計算するってことができます。けども今やりたいのは何かっていうと、この AN という数列の、母関数を作りたいっていうことになります。で、実際ですね、この二項係数がですね、非常に厄介なんですよ。厄介。なので、それを消すために、全体を L の階乗で割ります。L の階乗で割ります。でそうすると、上の式から、ここですね。まず、この二項係数は、N-1choose-i。これは定義から、ここですね。N-1 の階乗を i の階乗と N-1-i の階乗で割ったものになります。で、L の階乗は、今付けたものが出てくると。こういう感じになりますね。で、そうすると、何が言えるかというと、ここになるんですけども、N の階乗と N-1 の階乗を、割ると、N が残る分。
ですね。で、その M が、分の1が前に今出てきています。で、残りの部分は i の階乗と n マイナス1マイナス i の階乗っていうのが分母になるんですけども、それは後ろの ai、an マイナス1マイナス i と、うまく分配して、i の階乗分の ai っていうのと、n マイナス1マイナス i の階乗分の an マイナス1マイナス i というふうに書き換えます。で、そうすると、この i の階乗の i と ai の添え字の i っていうのは揃って、n マイナス1マイナス i っていうのと、an マイナス1マイナス i の添え字っていうのが揃うわけです。で、これでなんか嬉しくなったなって気がするわけですね。で、嬉しくなったんでどうするかというと、今この n の階乗分の an っていうのをこれを bn とここにしましょう。で、そうすると後ろの、輪の中の i の階乗分の ai、これは bi になって、後ろの部分は同じように b の n マイナス1マイナス i になります。こんな感じになります。で、そうすると、今、もともとですね、上の方では AN に関する全化式が書いてあったんだけども、それが BN に関する全化式に置き換えられるわけです。で、置き換えてみます。で、こんな感じになります。ですね。BN は N が3以上の奇数だったらこれになって、B1は今の置き換えによると、1の階乗分の A1。なので、これは、A1 が1ですから、1になると。いますね。ということで、正しくなります。で、n が偶数の場合は an が0になると。こういう形になりますね。ここまでいいですか？はい。で、実際は、だから、この bn の、母関数を求めるってことを今からやっていきます。で、実際は bn の母関数がタンジェント x になるってことを見ていくんですけども、そこの、奇数と偶数で倍されてるのがちょっと嫌ですよね。嫌ですよね。で、ちょっと実はこれはまとめられます。まとめられます。なぜかというと、n が偶数の場合に、もし仮に、この、二分儀、完全二分儀があるとしますよね。完全二分儀があるとしますよね。で、そうすると、やっぱり根のところには n っていう、そういう言い方をしないで、今から言うのは何かっていうと、すいませんね。今、何を言いたいかっていうと、この上の式は n が3以上の奇数でしか成り立たないって言ってるんだけども、実はこれは偶数でも成り立ちます。この式は。n が偶数でも成り立ちます。で、なんでかっていうと、同じような形で、倍だけをすると思うんですね。で、そうすると、こんな形の、格好で、左側に i 個あって、右側に n マイナス1マイナス i 個あって、こんな感じになるっていうふうに言ったわけですね。で、左側に AI 個、右側の L 型が N マイナス1マイナス I 個っていうふうに、こういうふうにあるっていうふうに言ったんですよ。で、全体はですね、今この N が偶数だから、全体の頂点数がこれ N なんですよ。で、そうすると何がわかるかっていうと、この左側の部分、あるいは右側の部分、この、どちらかの頂点数は必ず偶数なんですよ。i が何であっても。もちろん、i が偶数だったら、こうやって左側が偶数になるんだけども、i が奇数だったら、n マイナス1マイナス i っていうのは、これ必ず偶数なんですよ。n が偶数で、1は奇数、i は奇数だから、n マイナス1マイナス i っていうのはこれ偶数になります。いいですか？だからこれ必ずその左側か右側、これ必ずこれ偶数になるんですよ。全体が、n が偶数だったら。つまり、この式において、n が偶数であるときには、bi×bn-1-i っていうのは必ず0になります。つまり、この bn が0っていう式は、この、この、シグマを計算しても出てきます。ってことなので、この n が3以上の奇数である場合にしか、このシグマを使った式が成り立つわけではなくて、実はもっと大きく、n が2以上の、ちょっとこれ、2以上に見えない。n が2以上で偶数であっても奇数であっても、この式は成り立つ。っていうことがわかります。で、ちょっと、あれですね。全化式じゃなくて、母関数を作りたいので、一応 b0 を定めておくと、これ、b0 をですね、0と定めておくと、うまくいくことが後でわかるので、そういうふうにしておきます。まあ、0、偶数なんでね。そういうふうに定めておくといいかなと。
ということになります。はい。で、そうすると、割とこの考えるべき、全化式っていうのは、割となんか、まあ、だんだん綺麗になってきたというかね、その、偶数奇数の、場合分けしなくて良くなったので、ちょっと見やすくなったかなという気がしてきます。ではですね、ここから、母関数を作ろうと思うんですけども、まあ、今ここに書いたのは、その、今作った式の、一番重要なところですね。じゃあ、ここから、いつものレシピに従って母関数を作っていきます。で、その前に、この、やっぱり n 分の1が、やらしいんで、n 分の1を消すような形をするために、cn という数列を、nbn という形で定義します。これは、n は0以上。すべての n に対してこれを定義すると思ってください。で、そうすると、まずは、この、b の母関数と c の母関数の関係をまず見ていくことにします。で、今からは bx と書いたら、それは、n が0から無限大までの bnx の n 乗って、その、bn の母関数を表して cx と書いたら、それは n が0から無限大までの cnx の n 乗っていう、cn の母関数を表すというふうに思ってください。で、そう思って、まずこの bx と cx の関係を見ていきます。そうすると、この上の式から、素直に、この級数を作ります。これ、いつも通りですね。で、今言った形で言うと、もうこの、右辺はそのまんま、cx になります。で、左辺は cx っぽいかなと思うんだけども、これ n がですね、これ n が邪魔なわけですね。邪魔っていうか、n を何とかしなくちゃいけない。で、どうするかというと、この式は実は、これと同じなんですね。ちょっと bn は無視しちゃダメなんだけど、bn もあって、まずですね、この x の n 乗を x で微分します。で、そうするとこれは、n×x の n-1 乗ですね。微分するんで。で、これによって、まあ、n が出てくると。で、n-1 乗が横で出てくるんだけども、もともとは n 乗なんで、これに x かけることによって、全体が上と等しくなります。まあ、これ、左辺の変形ですね。こういうふうになります。で、そうすると、いつも言ってるように、これ収束すると、ちょっと仮定してますから、この x、n に関係ない x と微分演算子を前に出せますと。こういう形になると。で、そうすると、この後ろに残っているもの、これは、母関数なわけです。という形になりまして、左辺の方は、こんな形になると。左辺は x×bx の微分になって、右辺は cx という x の母関数になるという形で、この赤い置き換えから、b と c の、母関数の関係が分かることになります。ここまでいいですか？いいですかね。まあ、ここら辺なんか技巧的な変形してるかと思うかもしれませんけども、前回の授業で n の、母関数、n という数列母関数を考えるときになんか同じような、変形したと思うので、まあ、それを思い出してもらっていいかなというふうに思います。はい。で、一方ですね、cn を n×bn っていうふうに定義したので、もともと bn に関する全化式があったんですけど、それを cn に関する全化式に書き換えられます。で、それをやると、まあ、こんな感じになる。いいですかね。だから今、この n、この n を左に持ってくると、左辺が cn になって、まあ、右辺そのまま。で、C0 と C1 を、B0 と B1 から計算すると、こういうふうになります。ですかね。ではですね、この式を使って、またその母関数を導きましょう、ということをやってみます。で、それは次のページになります。今、得られている式はこんな感じですね。じゃあ、一番上の式から、式を求めてみようと思うんですけども、こんな感じになりますね。これは N が2以上のところで成り立つので、2以上のところで級数を作ります。で、こんな感じになります。ですかね。で、左辺の方を変形していくと、左辺の、まず右辺か、右辺の方を変形していくと、こうなります。書いてあると、これ何かっていうと、あれですね。n をずらす前に、n が1の場合を書いてますね。で、n が1の場合を、含めるとどうなるのかというと、本来はここで n が1の場合、これ引かなきゃいけないですよね。i が0から、n-1 の、n が1の時、これ0だから0ですね。で、bi, b,
1マイナス1マイナスの x の x の n が1乗線。だからこれを引くとイコールになります。イコールになります。で実際ですね、これを見てみるとどうなるかっていうと、これ i は0から0までなんで、これは、結局、この部分は、結局、この部分じゃない、全体ですね。全体は結局、b0x の1乗になるわけです。で、b0 は、0だったので、これ0なんですね。だから、このマイナスしてるこれ全体、これも0になるわけです。だから実際この n を1、これ、付け加えてるので、もうこれ0を足してるだけなので、これは、そのままイコールで変わりません。ということになります。だから、この今、青の部分がいらない。ということになったので、これ書かない。ということになります。で、これは、だから、等しい。ということになって、等しいということになって、で、これ、ここから典型していくんですけども、実はですね、この格好っていうのは、授業の中で、まあ、上級といって、カタラン数の、母関数を導いくときに出てきた式と、全く同じ感じになっていて、それはですね、ここからその x×bx の2乗が出てくるということが、その時と同じ変形をするとわかります。一方でですね、左辺の方がどうなっているかというと、これは、m が0から始まるようにすると、マイナス c1x マイナス c0 っていうのを隠してわかります。で、そうすると c1 は1で c0 は0なので、これによって、まあ、一番前の部分が母関数 cx で、マイナス c1x がマイナス x。って形になるという形で、左辺は変形できるわけです。で、つまり、この式が bx と cx の関係として、上の全化式から得られるということになります。ちょっと早いですけどね。これよろしいですか？まあ、雰囲気はいいですか？はい。で、そうすると、先ほど、その前のページに戻ると、今、この式と、前のページの式。この式ですね。この式があるんですね。で、今、計算した式は何だったかっていうと、cx-x イコール、xbx の2乗ですね。これが出るんですね。で、この cx を、消します。この2つを使って、cx 消します。で、そうするとどういうことになるかっていうと、全体として、式として、これが得られます。まあ、この -x を右に持っていって、x プラス、xbx の2乗があって、cx、先ほどの式から、この、形になっている。そうすると、これ、すべてのところに x があるので、それを消すと、この赤いのが出てきます。いいですかね。で、これは、ちょっと、まあ、いいか悪いかは置いといて、これは微分方程式なんですよ。で、b0 っていう、ものを考えると、もともと bx っていうのは、bmx の n 乗で n が0から無限大まであったので、b0 っていうのを考えると、x に0を入れると、x の n 乗パラパラパラと消えるんだけども、1個だけ消えないところがあって、それが定数項です。で定数項はこれ b0 なんですね。いいですか？だから、こうなって、b0 は0っていう形になります。ただこれがこの微分方程式における初期値になります。で、これ解けるわけですね。解けるんですね。これ、この微分方程式。じっと見るとこれ解けると思うんですよ。これ変数分離系なんですね。だから、どういうことかっていうと、1プラス bx の2乗分の dbx イコール dx が始まったわけです。だからこれ積分すればいいですね。でそうすると、左側の微分じゃなくて積分何だったか忘れてるかもしれませんけども、これは、アークタンジェントなんですね。アークタンジェント bx になって、右側は x になります。で、積分定数つくんだけども、積分定数がこの初期値からこれ0になります。で、アークタンジェント bx は x なので、アークタンジェントっていうのはタンジェントの約関数なわけなので、ここから bx はタンジェント x っていう欲しかった結論が得られることになります。なんでかっていうと、b という数列の、母関数はタンジェント x です。という結論がこれで得られるということになります。つまり、この母関数が満たすべき条件っていうのを、導くっていう話、
今回あったんですけども、今回は、なんかその、母関数を、計算していったら、まあ、例えばその、はじめの方の例だと、母関数を計算していくと有理関数になって、その有理関数を無分分数分解をすることで、逆変換を行うんだってことをやったんですけども、今日のこの例では、その母関数が満たすべきな式っていうのが微分方程式になってるんですね。で、微分方程式を解くことによって母関数が求まるって形になってるっていう意味では、その授業で扱ったものとは、なんだろうな、フレーバーというか、雰囲気が違うんだけども、でも、それを、まあ、解くことによって、母関数が求まるっていう場合もあって、で、こういうことを、まあ、いろいろと突き詰めていくと、その解析学であるとか、微分方程式であるとか、まあ、あともっと進んでいくと、複素関数論の式を使ったりするってこともあったりして、いろいろとその幅があって、面白いことがいろいろと出てきます。まあ、今日の話では、ちょっと一つお伝えしたかったのは、このタンジェント X っていうものには、実は、このような組み合わせ的な解釈があるんだと。ある組み合わせ的なものの数列の母関数として現れるんだと。ということが実際できるんだってことをご紹介したかったということになります。まとめですね。はい。いかがでしょうか？よろしいですか？ちょっと早かったかもしれませんけども、まあ、こういう雰囲気のものだと思っていただければいいかなと思います。ただ皆さんもですね、なんか、テーラー展開あるなっていうふうに、まあ、日頃思うかもしれませんけども、そういうものをなんかじっと見るとそこからですね、組み合わせ論が浮かび上がってくるかもしれませんので、ぜひ試してみてください。はい。では、今日のリアルタイムの授業の部分というか、あれですね。オフィスアワーの部分はここで終わりになりますので、録画もこれで終わりになります。